なんか赤羽ってさ、その町の悪口じゃないけど、なんかちょっと神奈川ってさ、なんかどうとなく人上品だったりするじゃん。まあだ赤羽がよく分かんねえからな。でもまあ正直、そ池袋北は、はい、ちょっと危ねえ匂いするよ。いやそうそうそう。いやなんとなく。あの本当にあの、まあ、10時過ぎて、駅で降りて、駅のその改札の外で人が寝てない時ないの、まず。まず絶対。赤羽は、いいじゃん。で今日はもうあのそので駅ビルにこう入る時に入り口で、おじいさんがこう電話で壁に向かって、多分なんか怖いね。外側向いてたら失礼って思ってるのか分かんないけど、壁にこうこんな感じで。早く来いよお前早く来いよお前つって、おじいちゃんずっと早く来いよって言ってる。でその入り口、うわー赤羽っぽいって思いながらさ、赤羽っぽいの、赤羽っぽいのめちゃめちゃで、そのね駅ビルをこう入り口でそのおじいさんがいて、で出る時におばあちゃんいて、だから行くってつってこうセット見れたっていう、やっぱ夫婦なんだなと思って、あの壁に向かって怒鳴るっていう、でも両方見れたの、両方見れた、すごいじゃん、奇跡じゃんお前、すげえ近くにいるじゃんと思って声聞こえるぐらいのところに。いやそれ、いやそれ赤羽の人ってわけじゃないでしょ別に、それがまさしく、いやでもめちゃめちゃ多いのよ。